皆さんこんにちは、ナイトロットルームです。今回は次回作るかもしれないシリーズ第6弾、もう6弾ですよ。立て続けに撮っておりますので、なんかね、世話しない、こんな感じはします。で、前回はモデルファクトリーヒロさんの、ロータス QQT、 これをご紹介したんですけども、モデルファクトリーヒロということでね、結構細かく中身をどんなキットかと。モデルファクトリーヒロさんね、金属パーツがごちゃごちゃっと入ってるので全部紹介しきれないっていうのがあったんで、ここは申し訳なかったんですけども、すいませんでした。開けるとね、なかなかね、パーツをこうなくしたりしまうのが大変なので、袋ごとガサッと、結構ね、たくさん袋入ってたんですよ、小分けにして。下の方にもね、まだ入ってたんで全部紹介しきれなかったっていうところがありました。非常に申し訳なかったです。今回の次回作るかもしれないシリーズ第6弾はですね、いよいよ私ね、初なんですよ。今まで F1 とオートバイぐらいしかあんまり作ったことないんですよ。まあ戦車もね、ほんまに若い頃に作ったことあるんですよ。それこそ高校卒業したてとかね、ほんとにそこら辺にこう適当に買って、まあ、戦車とかちっちゃい車とかね、なんかいろいろね、作ったことあるんですよ。ただ色も何も塗らなく、こうパチンパチンと止めていったっていうだけなのに、作ったっていうよりも遊んでたみたいな感じですね。友達と一緒に作って、こうどうよこうよ言いながら、もう全然こだわらず、そんな感じで作った程度なので、そんなにいろんな種類は作ったことないです。あとね、戦車はね、ラジコン、これは作ったことあるんです。色をとそこそこ塗って、もうこれもね、そんなこだわらなかったです。ただ泥つけたり汚したりとかしましたけど、そんなにうまくできなかったし、まあ、あれもね、もう本当にもう昔から作って、それ以来もう全然作ってない、まあ、ほぼ作ってない、 1,2 台ぐらいしか作ったことがないと。そんなに得意でもないし、ジャンル的にもそんなに僕の中には入ってこないっていう、あれだったんで、まあ、メインは、12分の1のオートバイと、あと車、F1 ですね、これになります。で、今回ね、もうあんまり作ったことがないっていうのは、実は、ね、普通の車ですよね、いわゆる箱車って言われるやつ、これはね、私作ったことないんですよ。なのでどこからどういう風に組み立てていくのかっていうのはあまり分かりません。まあ、それこそ高校生時代の時にね、遊びで適当に本田工学で作っていいのを30分ぐらいで作ったりすることあるんですけど、なのでそんなことはもう全然、どういう風に作ったかも忘れてますし、それ以来箱車は作ったことがないっていうことで、今回ね、もう素人です。なので車をよく作っておられる方たくさんいるんですけど、まあ、大先輩ですよね。まあ、そういう人たちを見習って動画もたくさん見て、ちょっと挑戦していきたいなって思ったのがこれです。同じくモデルファクトリーヒロのフェラーリ、これここだけ見たらね、わからないんですけど、今回何が違うかというと、もう箱がすごくでかい。今まで作ってきた F1 のこの厚さがね、倍ほどあるかなっていうくらい大きいです。なので、いかに箱車がこう大きいかっていうのがよくわかりますね。F1 は細かいパーツがこう寄せ集まって、まあボディは大きいんですけども、まあ箱車ほど大きくないと。これ箱車って言うんかね。ちょっと読み方間違ってたらすいません。こういうのには関してはもう、すごく素人なんで、いっぱい変なこと言うかもしれませんけど、そこはお許しください。すいません。お願いします。今回、モデルファクトリーヒロね、これフルディティールキットではないです。プロポーションキットと呼ばれるものですね。では、車種。これもサムネで出てますよね。これ結構珍しい車種なんかな。僕ちょっとわかんないですけど、これです。はい。フェラーリの 488GTE バージョン A。2017年のモデルですね。これここ名前が書いてあるんですけども、全然わかりません。これ誰ですかね。全然わかりませんね、これ。多分有名な人なんでしょうね。多分ね、わかりません。これどっちを選んだらええかも全然わからないですよ。作例をね、ネットで調べて、ちょっとどっちがかっこいいなっていうふうに。この人もちょっと調べたらどういう人かわかるかもしれませんね。まあ、上に書いてある方が、こう、ね、有名なのかな。じゃあもう本当わからないんですよね。いわゆるプロポーションキットって言いましてですね、フルディティールキットと違って、
細かいところは一切省略してあるキットです。なので本当に外観を楽しむキットですよね。ただ、まあ、そう言いましても、まあ、シート周りとかハンドル周りとか、あとエンジンの上の部分、そんな細かくはないんですけど、まあまあ上から覗いて見える程度のところまでの再現はしてあると思います。ただホイールの足回りとかね、そういうところはおそらく再現されていないんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと僕もよく知らないんで分かりませんけども、通常のタミヤの20分の1とか、12分の1とかのこの普通の車とはちょっと作りが違うかなと思いますね。シャーシの後ろとかもなんかこうマフラーとかが通ってますよね。ああいう再現とかもしてないんじゃないかなと思います。本当に置いてみるだけみたいな感じのキットだと思います。はい、ただこれを選んだ理由っていうのが、もうね、そのままかっこいいから、初めてなんですよ、このレーシングタイプのこの箱車を見てかっこいいなと思ったの。これが何がかっこいいのかなと思ったら、やっぱりカラーリングですよね。これめちゃくちゃ派手な車なんですよ、実は。いろんな色があって、単なる黒にステッカーがいっぱい貼ったとか、青にステッカーがいっぱい貼ったとかじゃなく、いろんな色が入ってるんですよね。ただただ派手な車だと思います。多分そういうところに人気がある車ではないかなとは思うんですけど、これをちょっと作っていきたいなと思って購入してました。はい、ではちょっと中身をね見ていきますね。大きい箱、これ、ね、本当大きいんですよ。こんなんですよね。もうちょっと通常のね、本当倍ぐらいあるような感じですね。はい、で分厚いですね。で入ってるのがまずこれ、まあ、説明書ですね。エッチングパーツはこんだけしか入ってないんだな。それとはこれ見ますけど、これちょっと後で見ますね。じゃあとりあえず出していきます。まずこれですね。これは、組み立て説明書になります。12分の1、スケールプロポーションキット、まあ、あの外観だけを楽しむキットです。でフェラーリ 488GTE バージョン A バージョン B、2つあるんですけども、これはバージョン A、これですね。意味は分かりませんけど、これ何やろ。バージョン B また違うかな。バージョン A 買いました。はい、で、ね、これもね、まあそんなこれですよね。これが、車の全貌になります。上から見たところ、これ横から見たところ、で前後ろ派手ですよね、結構。あれですよね。あ、これかバージョン B ですね。なのでこれじゃないです。これじゃない方。あ、こっちです。こっちを今回購入しております。バージョン A。はい。バージョン A とバージョン B の違いっていうのはちょっとデカールが違うかな。ちょっと色さ、ちょっとワンポイントにこういう青とかが入ってますよね。こういう。いいですよね。なんか何かしらちょっと違いますよね。なのでこちらです。こちら側を今回作っていきます。はい、派手な車ですよね。いっぱいステッカーが貼ってあるけど、こんな感じです。これが一応マーキングの資料ですね。で、これは何かな？バキュームパーツですね。バキュームパーツの切り取りだと思います。型紙ですね。はい、これも、ね、なんかわけがわかんないですけどね、これも。ちょっとまたそのうち見ていきますね。これですね、今回。バージョン A。これは何だ？説
明書9で部品を取り付けるための穴をドリルで開口してくださいと。なるほど。これ作る工程の時に関してのこの穴開け指定ですね。これもちょっと後々見ていくことになるでしょう。で、今回も組み立て説明書。これ順番になってるんかな。あ、1、これ順番になってますね、これは。こういうのがいいんですよね。ロータス999もバラバラでしたもんね、順番が。1なし9から始まってますので、これはね、ちゃんとなってます。なんでこういう風にしてくれんのやろ。ね。フルティードアップじゃなく、プロポーションキットとしても、なんか結構たくさんやる工程があるんですね。色塗って終わりかなっていう感じではないですね、やっぱり。まあ、主にボディですけどね。やっぱこういう風にエンジンを省略してありますよね。こんな箱の上に乗せるっていう感じですね、これ。こういう風に。全部が。これもね、ボディ。シャーシの中、運転席。シートとか、これはコックピットですね。コックピットは細かく再現してありますね。こういうとこ、こういうの上に乗せるとこね、なかなかね、やっぱここら辺は結構リアルに再現してありますね。中見えるんで。ただこういうところは何もない、これすごいですねこれ。ここに直接これホイールつけるね、ここ。ここに。タイヤハウスも何も何もない。すごいですね。さすがプロポーションキット。これ、これすごいね。ああ、こんななんですよね。もうここら辺からどうでもいいんですよね、これ。もうただそう、パッと見た目だけです。作り込むっていうよりも、車のそのデザイン性とかカラーリングとか外観を楽しむ、単純にそれですよね。まあ、そういう意味でもね、あまりもこう、細かく作り込むことがやっぱりできませんよね、これは。言うてね。もうエンジンとか見えるところは、まあ、それなりに作っていってもいいんですけど、ね、コックピットとか。まあ、それ以外のこういうところは、あまりやりたくてもできないっていう、そんな感じですね。はい、では、これはデカール関係になります。これもデカール関係、あ、いろんな色が入ってますね。こういうのは塗装じゃないんですね。デカールなんですよね。ああ、なるほど。結構多いです。貼るとこいっぱいありますよね、こういうものは。はい、で、これは、これもなんか、どっかに貼るシールなんでしょうね、これ。ちょっとドラッとしてますけど、これは何やろ、これなんかわかりませんね。シートベルト、違うね。何やろね、これなんか網みたいになってますね。これは車内に取り付けるやつかな。これはちょっとわかりませんね。何か僕ちょっとレーシングカーに関してはちょっとあんまり知識も何もないんで、 F1 もですけどないんで、こいつはエッチングパーツになる。エッチングパーツこんだけですね。少ないです。これ、メッシュになってますね。このメッシュはね、ちょっと、粗いかな。これもっと細かくしてもええような気もするメッシュですね。わかりませんけど。はい。で、エッチングパーツはこれだけになります。はい。では、中身、開けていきましょう。これすでに、大きいね、これ。そう、細かいとこね。これは、レジンパーツ。これシートですね、おそらく。シート。それから、ちょっとわかりませんけども、こういう細かいパーツは入っております。いいのかな？わかりませんね。見てもわかりませんね、もう、パーツ。はい。これは、これエンジン。上辺だけのエンジンですよ。これ。こういうのはね、ちょっと結構いじってもいいかなって思いますね。これもね、なんか、ボディ関係の何かかなと思います。室内かな。これもエンジン関係のところに入るのかな。こういったパーツは入っております。
で、これが、大きいですね。あ、これ多分、前の部分の、シャーシの部分かな。そんな感じしますね。そういった大きいパーツがいっぱい入ってますね、これは。これはボディ関連のパーツだと思います。言っても、こう、ね、外側じゃなく内側かな、っていう感じがしますね。これは、コックピットですね。これもね、こだわる要素の一つですね。ここがこだわってもいいと思います。なんか電気がつくようにしたらかっこいいですね、これ。そういうのしてる人いるんかな、これもね、なんか、エンジンの中かな。こういう感じしますね。これからシャーシの部分、要するに室内のシートが乗る、ベースみたいなものかな。そんな感じもしますね。はい。そんな大きいパーツ。大きいパーツばっかりですね、やっぱり。うん、で、これ、ボディ。重たい。重たいですね、これ。すごく重たい。レジンですよね、これ。すごく重たいですよ、これ。なんでこんな重たいんですか？これ、レジンパーツが分厚いんで重たいんですかね、これ。かなりの重量がある。すごい硬い。ボディがめちゃくちゃ硬い。こんだけしっかりしてるんですか、これ。すごいね。重たいですよ、これ。レジンの塊っていう感じがします。はい。すごいですね。これが、レジンパーツ。ボディですね。シャーシと、ボディカウル。うん。このボンネットはね、これ、こうに、ちょっと、一応分割化してありますね。これ後からこうくっつけるという。これドアとか開かないんですよね。ドア開けるようにしてる人いるのかな。どんどん。これプロポーションキットなんで、そこまでするとここら辺全然見える高いんで、ね、全部加工していかなきゃいけませんよね。これちょっと無理ですよね、これは。フルディティールだったらそれ可能かもしれませんけど、プロポーションキットでドアを開けるなんて絶対無理ですよね。それはだからね、これもあくまでもプロポーションキットとして作りますね。これはボディ。んで、あれ？これなんか、下にある。これ何やろ、ある。タイヤ、あ、そうか。タイヤじゃないですね。ここにもパーツがある。これは、真鍮線か何かが入ってますね。うん。で、あ、これ細かいパーツですね。例に、モデルファクトリーヒロさんの中の細かいパーツ群です。こういう、ジョイント関係や、このメッシュ。メッシュ荒いな。こんなのあとシートベルト。それからクリアパーツ。うん。あと、まあ、こんな感じかな。ちょっと、なんか、両面テープなの貼ってます。これが、こういう細かいパーツになります。で、あ、出た。ホワイトメタルパーツ。これ。貼り付けてやるんで取れません。すんません。これちょっともう取るん、ちょっと厄介なんで取りませんけどね。あ、これタイヤ。タイヤも貼り付けてあるな。タイヤすごいですよ、これ。こんな。ねえ。ちゃんとペイントしてあるんですね、これ。ペイントというか、なんか書いてあるんですね。はあ、これかっこいいですよね。あとホイール。うん、ホイールは、こう、ホワイトメタルなんですよね。これはアルミじゃないんだ。アルミだったらかっこよかったんですよね。あと、これロールパーとか、そういうエンジン周りの細かいパーツとかが、こう、あるんかな。この、ディスクブレーキとか。うん。ちょっと中ね、なんかよくわかりませんけど、細かいこのホワイトメタルパーツが入っております。まあね、これだけでも結構の重量あるんで、さっきのボディと組み合わせたらやっぱり重たくなるかもしれませんね、これも。うん。は
はい、パーツ構成は以上のような感じです。僕初めてなんで組み立てていくのも手こずると思うんです。もし作るとなればいろいろねアドバイスしていただいたら嬉しいなと思います。作ったことないんで、まあこうやり方っていうのがあるんでしょうね、やっぱりこういうものに。だから素人なので、また皆さんこれを見て、ああすればいいよ、こうすればいいよみたいなことがあればまた教えてください。はい、では次回作るかもしれないシリーズ第6弾はモデルファクトリーヒロ12分の1スケールプロポーションキットフェラーリ 488GTE でした。バージョン A ですね、これのご紹介でした。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。